カルボン酸の二両体は、基礎でもよく見られる。二両体、または、ダイマーは、二つの同種の分子やサブユニットが、物理的、化学的な力によってまとまった分子、または超分子を言う。二両体を形成することを、主に科学では二両化、生科学では二両体化という。さらに、三つ四つのサブユニットがまとまったものは三両体、四両体という。 少数のものがまとまったものを総称して、オリゴマー、多数の場合は高分子と呼ぶ。共有結合により結びついた化学的に両体と、水素結合のような共有結合よりも弱い、相互作用により結びついた物理的に両体がある。化学的に両体の例としては、シクロペンタジエンの二両体であるジシクロペンタジエンがある。また、基礎で赤葛色の二酸化窒素の二両体である。 無色の4酸化に窒素も挙げられる。物理的に量体を形成するものの例としては、酢酸などのカルボン酸や水のように水素結合を介するものや、ベンゼンのように分散力によってに量化するものなどがある。生化学や分子生物学においては、タンパク質や核酸などの高分子の二量体が存在する。同一のサブユニットが二量化したものを、ほぼ二量体。 異なるサブユニットが二量化したものをヘテロ二量体という。生科学では共有結合によって二量化するものはほとんどがジスルフィド結合を介したものであり、それ以外は水素結合などの弱い相互作用を介したものである。生科学における二量体の例としては二つの異なるアミノ酸素からなる逆転者構素がある。ありがとうございます。